えー、昨日ね、あの、統一地方選挙がね、えー、あって、まあ、すべての結果が出たんでね、まあ、この、YouTube 界の池上彰とね、まあ、自称している、このドナイアン音がね、まあ、統一地方選についてね、まあ、ラらだとね、喋っていこうかなと、思います。はい。まあね、まあ、よく、まあ、僕ね、こういうね、ポリティカルなね、あのー、話すんのね、好きなんですよ。 ああのーね、こういうなんか普段ふざけてるけどね意外とねあの政治の話とかね昔から好きでねあの大学生の時にねお笑いサークル入ってた時はね、あのー、P さんっていうね今 YouTuber で登録者10万人ぐらいいんだけど P さんっていう、ね、やつとねあのコンビ組んでねあの青学の文化祭でね あのめちゃめちゃ過激な政治の漫才とかね、やったりしてね、まああの後怒られたんだけど、まあ、そういうことするほどね、まあ非常に政治をね、あの、めちゃめちゃ愛していますね。うん、あの、好きな芸人、鳥肌稔ですね。うん、そんな感じでね、僕政治については好きでね、あの、4年前とかもね、あの、参議院選でね、あの、結果、参議院選の時とかにね、結構 YouTube 上げたりしたし、まあ政権放送でね、面白い話とかしたりとかね、 まあ高校生ぐらいからねマック・赤坂さんをねあの追っていたりしたんで、そうマック・赤坂が出た映画、ねあの、めちゃめちゃ面白いんで、ね、ちょっとお勧すすめしますわ、はいあの。これですね、これあの映画、立候補っていうやつねあの、これめちゃめちゃ面白い映画で、あの僕が高任の時にねあの同級生と一緒にね伊勢崎町にあるジャックベイティっていうね映画館で見たんですよ。はいまあねまあ、そういう感じなんでね、ね、まあ、統一地方選挙についてね、まあ、だらだらと。 喋っていこうかなというふうに思うんですけれども、うん、そうね、あのこの前の都知事選の時とか、前の都知事選の時とか、あれはあの後藤輝さん、後藤輝さんにねあの、直接インタビューをね、あのしに行ったりとかね、して、その動画もね、YouTube 上がってるんだけども、とかね、あとはまあ、 7年ぐらい前かな、あの後藤輝樹さんと一緒にね、あの靖国神社にね、あの参拝したりもしたんですよ、その時の写真もね、あの載っけておきますね、僕が後藤輝樹さんと靖国神社参拝した、めちゃめちゃかっこいい写真、うん、これなんかのさ、ジャケ写みたいでかっこいいよね、うん、って感じでね、まあ、あの喋、ー、っていこうと思うんですけれども、もう前置きだけでね、もう2分半もね喋っちゃってるんだろうけども、はい。 僕、怖い人じゃないですよ。こういう政治的な話してるけど、ね、怖い人じゃないんですよ。あの先月、ねあのー、YouTube で、先々月かな、コラボした、ね、あの高野ゼミ、高野亮太さんという、ね、あのベビーメタルが大好きな、ね、あの愉快なお兄さんがいるんですけれども。 その人と、ね、あの最初コラボししよようってなっててな電話したんですよ最初に打ち合わせで電話した時に「山内さんって結構そういうなんかポリティカルな話とかしてちょっと怖い印象があるじゃないですか」みたいなことを言われて「あそっかやっぱそっかやっぱそういう風に思われてんのか」みたいなそういう意見もあるなとか思ったんですけどまあ全然僕はね怖くない怖くない愉快なお兄さんなんでよろしくお願いします。 まあね、あの、今回のね、統一地方選挙で思ったのはね、やっぱりね、あの、真面目な人がね、あの、<laughs> ちゃんとね、受かるんだなってことよ。うん。まあ、大まかに見て。やっぱりね、あの、見てるね、有権者。有権者みんな見てるよ。ちゃんとこの人はね、真面目かどうかって。うん。やっぱりね、あのね、ガーシーっていたじゃないですか。ね。ガーシーいたじゃないですか。やっぱガーシーの件があって、やっぱ有権者もね、ちょっと目覚めたね。うん。 まあ一昔前はさやっぱりなんか自民党がねずっと政権取ってて自民党じゃダメだってなって政権交代民主党政権になってで民主党政権でやっぱもっとダメじゃねえかってなって自民党政権に戻ってねもう自民党圧倒的一強って感じだったじゃないですか国政でも地方でもうん。とかやってるうちなんかねあのー NHK から国民を守る党だとか令和新選組だとかまた全く新しい勢力が出てきてで自民党なんか民主党立憲民主党民進党そこら辺野党が駄目だからしょうがなしに自民党に入れてたけどやっぱりなんか新しく出てきたなんか NHK から国民を守る党とかねあるからちょっとそっち期待しようみたいな流れがちょっとできてでねなんか議席も取って。 うん、でこの前もなんかガーシーとかが受かって、れいわ新選組も、ね、着々ともう今、共産党に,ひに追いつくんじゃないかぐらいの勢いとかあるじゃないですか。うん、それでね、まあ、ガーシーが受かったわけなんだけど、この前の参議院選挙で。で、まあ、ガーシーがね、まあ、あれじゃないですか、まあまあこ。ここ詳しく話したら長くなるから、あれとしか言わないですけど、ガーシーがね、まあ、あれじゃないですか。ってなってで、今回のね、そのあれがあってからの初めての、ね、大規模なね選挙で、まあ、衆院、参議院の補選。 補欠選挙もあっての統一地方選挙だったんだけれども、うん、まあね NHK 党ないしまあ政治家女子48とって名前書いてるけど、まあ、壊滅ですねうん壊滅、うん、ほぼ全滅と言っていいかなまあねもうしょうがないよさすがにね何だろうもう有権者もねもう バカにされすぎだよね。さすがに有権者もね、まあ、もうバカにされてんだなっていうことに気づいたんだと思うよ、この結果は。うん。なんていうかね、なんか NHK ともさ、議席を取った時はマジで期待されてたと思うよ。なんか NHK 問題やってくれんじゃないかって思ったのになんかマツコ・デラックスに喧嘩を売り始めたりなんかいろいろとやってるじゃないですか。うん。で、やっぱりなんか信者がどん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 先鋭化、支持者が信者になってどんどん先鋭化してって、明らかに頭おかしいことやってんのに、 やっぱりなんか NHK 党の信者さんはね、なんか、いや、でも立花さんは全部これ計算でやってるから、すごいんだ、みたいなね。うん。立花さん、おおこんな気さく似てるとは。他の政治家には思いつかない。さすが、天才だみたいな。そんな感じになったじゃないですか <laughs>。もうね、あの、もうダメだよね。で、しかもさ、あの、大体さ、議席取ってるとはいえ、参議院に2議席あるだけじゃん。まあ、すごいんだけどね。参議院に2議席あって、支持率がね、2%、得票率も2%で。 世論調査の支持率ももなんかもっとしたそういう生徒がなんか今度打ちげば起こしてさなんかもうねえあのー、当事者とかねなんか僕みたいなね、あのー、選挙ウォッチャーというかの政治オタク僕みたいな政治オタクのね変態変人にとってはね、まあ、面白いネタなんだけど一般の人からしたらねもうなんかもうバカじゃねえかっていうことだと思うよ本当に、うん、だからね、まあ、まあ壊滅だよねさすがに もう選ばれないよねだし逆にねその4年前とかに NHK から国民を守る党から当選していろいろあって離党した人離党して無所属ないし他の党に入って活動してる人は結構2戦目を果たしてるんですよねうんそんな中、まあ、NHK 党政治家女子48とか出てた人はまあ怪ということなんでそういうことなんでしょうねまあこれこの党がなくなるのもなんかちょっと時間の問題な気がするな うん、ちょっとねこれはね何か何なん,なんだろうな,なんか有権者の方を全く向いてないんだよね結局のところ、うん、投票する人というかその今回立候補してる人で何だろうなその区民とか市民とかそういうね人国民のことを考えてる人がどんだけいるんだとまあもちろん考えてると口では言うのかもしれないけど結局のところねあの なん,だろうななんか自分たちの勢力拡大のための駒としか見てないっていうか国民とか市民の方を見ていないっていうのがねもうさすがにもうねもうガーシーの件でもう分かったっしょってことなんだと思いますようんそれはこういう結果になるよねっていうねうんんか一時期さやっぱその YouTuber とかさ ユーチューバーが全員悪いとは言わないよ。なんかユーチューバーの中でも真面目に活動してる人とかもいるし、まあ、個人的にね、応援してた人もいるし、うーん、まあね、あのー、なんだろうな、一概にね、一区切りにしてどうとは言わないけど、やっぱりそういう目立って、なんかね、その知名度とか、そういうのでね、パーンって当選するとかあったけど、4年前とかだったら、もう今はもうなんかそれごまかし効かないよねっていう感じかな。うん。 思いましたその点ねやっぱりあの何、ー、だろうな宮崎市議会議員選挙であのスーパークレイジー君がね2位で当選してるんですよ。でやっぱりねなんかそのスーパークレイジー君と他のねなんか落選したような人 NHK 党とか政治家女子48党とかで落選したような人とかなんかヘズマリうだとかさな何とかコロワキとかさいるけどやっぱそこの違いってやっぱ真面目に。 政治と向き合ったかどうかだと思うね。スーパークレイジー君はね、ま、いろいろ言われてるけどね、まあ、あ賛否あるのはいいと思うんだけど、ま、あここ数年は、すごい真面目にやってたと思うから、まあね、まああとま、宮崎市議会が、他がどれだけ魅力がないかって話だと思うよ。うん。そうなんよね。 まあスーパークレイジー君ちゃんとねなんか政治まあ最初はねなんかノリで立候補したとか言ってるけどその後なんか真面目にねなってで真面目にやろうとしたら今度自分の知識のなさを痛感してね大学入り直して勉強してってまたなんかもう地道にやってるからまあそういうところ見てる人は見るんじゃないかなとうんまあねこういう話をするとさなんか不良がね構成してるからなんか。 不良が構成して偉いって褒められるの違うっていう話はめちゃくちゃわかるんですよ。もちろんね、あの、最初から真面目にやってる人が一番偉いっていうのは僕もそれ同じ考えだから、そうなんだよね。でもだからといって、不良が、不良だったりや、良くない悪かった人が後世して真面目になってるのを全て否定するのは違うと思って、最初から真面目にやってる人ももちろん偉いし、 不良が立ち直って真面目にやってんのも偉いでいいんじゃない二つ,二つとも偉いでいいんじゃないですかって僕は思うんだよ。だってそうしたらさ一度でもさその悪の道に落ちた人がさ更生したとしても認められないってなったらもう誰も更生しなくなるんだよね。俺そう思ってるからそう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 。何でもかんでも叩けばいいってものでもないと思うんですよ。やっぱそれはそれこれはこれで真面目にやってる人はもちろん。 だからやり直しが効く社会じゃないとダメだなというふうに思うんで、なんか再チャレンジ、やり直しが効く社会じゃないとダメだと思うんですよ。そういうところに厳しいことしてるから、無敵の人が,らが生まれると思うんだよね、ジョーカーみたいなのが。うん。もう大量殺人とかさ、そういうのが生まれると思うんだよ。もう何やったって認めてくれないじゃないかってなって、世の中への恨み、つらみをね。 膨ららませて良くない世の中にないのかにると思うからやっぱりいい世の中にするためにはそういうスーパークレジックみたいな,なんか再チャレンジしてる人も評価される社会じゃないとダメなのかなと、うん、もちろん最初から真面目にやってる人が偉い偉いっていうかすごいっていうのは大前提なんだけどねそれもすごいしこれもすごいでいいんじゃないのかなって僕は思うんだけどどう思いますかっていうねはい。 まあもちろん、再チャレンジが許される犯罪と許されない犯罪はあるんだけど <laughs>、もちろんね。まあでも、スーパークレイジー君の場合はね、まあ、不良で少年院入ってるけど、まあ、共同危険行為、暴走とかだから、まあ、これがね、あの、殺人とか、なんかもう、強姦とか、強盗とかだったらちょっと救いようがないけど、まあ、共同危険行為だからまだ救いあんのかなっていう、うん。まあ、同じ犯罪であることには変わりないんだけど、まあ、僕はそう思います。まあ、異論は全然あっていいです。うん。いろんな意見があっていいです。コメント欄、いろいろ書いてください。 ね、そうねあとね、まあ、トピックスで言ったらねやっぱ北海道知事選挙ねあの大泉洋のお兄さんがね函館市役所で働いて大泉洋のお兄さんが当選してんだけどねこれさすごくないこれだってなんか現職の現職のさ函館市長函館市長選挙函館市長選挙え俺今北海道知事って言ったわ ごめんなさい。箱手しょで市長、ね。箱手しょ選挙で大泉洋のね、大泉洋さんのお兄さんが当選してるんだけど、これさ、現職がね、大差で負けてんのよ。これ現職が選挙で大差で負けるのって、めちゃめちゃな不祥事があったことぐらいしかないじゃん。ねなんか今年で言ったら、港区議会、港区議会議員でね、赤坂大輔っていうね、あの、現,現職で、 なんかもう公然わいせつとかでめっちゃ捕まってるやばい人がもうめちゃくちゃ低い票で落ちてるんだけどそういうのならわかるんだけど別に現職の市長が何か不祥事を起こしたわけでもないんだよねだからそれでこんなに大差で勝つってどんだけねその北海道における大泉洋ファミリーが人気があるのかというこれだからもしも大泉洋本人がさ北海道知事選挙とか出たらさ普通に無所属でもなんかどこの支援なくても当選しちゃうんじゃないっていう風に思っちゃうぐらいすごいなっていう風に。 思いました、はい、であとね、やっぱなんで杉並区議会議員選挙でねあの、中核派のね、中核派の議員がね、ちょっと名前は言わないけど、中核派のね、人がね、当選してるっていう、ね、2期目で当選してるってね、やばいね、やっぱ杉並区って本当になんか中核派の創屈なんだなって思って、恐ろしいなって思いましたね。中核派といえば、国葬の時にさ、なんか時代錯誤のヘルメットかぶって大行進してるさ、なんかもうなんか、ね、 なん,なんかタイムマシンで来たのかなみたいなうんのがいたけどさなんかそれ2000票集めちゃうんだからね1回目の当選はまだ知らなかった人がやっちゃったのかなって思ったけど1回目で当選してこんだけニュースになって話題になってるのに2回目でも当選するってことはやっぱりなんか確信犯というか本物がいるんだなっていうのをねあのめちゃくちゃ思ってね恐ろしいなって思いましたねうーん若者も一定数いるん ってのがね恐ろしいですよね。あもちろん、矢本に立ってるのが若者なだけで、大半はね、もうじじばばだと思うんだけど、うん。そうね、うん。あとは、そうね、あと公明党がね、あの、練馬区でね、あの、めちゃめちゃ落ちたっていうね。うん。やっぱ公明党のさ、こういう地方議会での票数、さ、過去のいろんなの調べるとさ、本当に気持ち悪いんだよね、本当に。もうなんか、 ちゃんと分けられてるのよだから、誰さん応援するのはここ、誰さん応援するのはここっていうふうに割って、ちょうど全員が受かるように絶妙な配分してるんだよね、公明党っていうのは。うん、公明党総科学会は、うん。そう。で、やっぱそれをね、ミスったのか、もう、団子状態でちゃんと落ちてるっていうね。な,なんか、あなんか団子で、なんか箱根駅伝予選会みたいだよね、なんか公明党の票でなんか <laughs>、集団走してる。それがミスってね、なんか。 落ちてるんだけどただねやっぱ投票率が上がってるってのもあるけどやっぱりねやっぱ創価学会とか公明党の信者ってねやっぱ高齢者多いんだわなんかいや僕ね文京区住んでるんですけどあのね文京区議会議員選挙のね期日前投票をねしにあの文京シビックセンターに行ったんですよ土曜日に。そしたらさあの公明党のね大演説会やっててなんか。 山口夏代表、なっちゃんなっちゃんもね、の演説しに来てたんだけどね、いっぱいいてね、もう叫んでるなよ。絶対に返しましょうって書いてたから、勝たせてくださいとかなんか、他の公明党の候補者とかも叫んでんだけどね、それ、聴衆、ばーっているんだけど、やっぱ、高齢者多いね、う,ん、うん。やっぱ、うん、やっぱ、即学会、高齢者多いね、もう。 なんか僕の知り合いにもさ、なんか創価の2世3世とか結構いるんだけどさ、やっぱ若者はね、なんか別に創価学会も信じてない,ないから、2世3世は。なん,かなんかよくわかんないけど、おじいちゃんおばあちゃんが言ってるから、お父さんお母さんが言ってるから、なんとなくついてってるだけで、みたいなね。なんかおじいちゃんおばあちゃんからね、なんか創価学会投票して、公明党投票してとか頼まれるけど、別にね、まあ、口だけでは入っていってね、別にどこ入れてもいいんだから、悪っこないんだから、みたいな。そんな感じの若者多いしね、若者は全然ね、 熱心じゃないね、もう、すごか、かかまあ、喜ばしいことだよ、これは。うん。いや、まあ、だからもう、これ、時間の問題ね、公明党もね、議席減らしてるし、票数も減ってるし、もう、あともう、2、30年ぐらいしたらね、もう、公明党もね、もう、今の社民党みたいになるんじゃないかなっていうふうに思うし、なんか、うん。大体、なんかもう、カルト宗教がね、政権与党にいるっていうね、もう、恐ろしい状況だからね、今、本当ね、うん、えー、まあ、ただね、 まあそういうニュースだけじゃなくてね芦屋市長にね高嶋俊介さんって26歳僕の2個下だよ。うん。これはね本当にね明るいニュースというかこの高嶋俊介さんって人もね素晴らしい人だなっていうふうに思ったね本当に。だってさ灘高校出てさハーバード行ってさなんか別にこんなね選挙とかやんなくてもね暮らせるしもっとエリート街道歩めるのにさ。 ねえあえてねこういういばらの道に行くっていうねやっぱこの人のこと調べれば調べるほど私利私欲とかじゃなくて本当にねそういう地域のね政治とかに興味があって本当に心の底からね市民の暮らしを良くしたいんだなっていう風に思ってるのがね伝わるようなね記事とかばっか出てくるからねうんまあ頑張ってほしい若者頑張ってほしいなっていう風に思ったねで謙虚なのがいいよねこの人エリートなのにね謙虚だからいいよねやっぱさエリートってさどっか傲慢なのよ俺の知ってるエリートって。 全全員が全員がじゃないんだけどなんかやっぱり何かしらねなんかあるのよねなんかちょっと鼻にかけるプライドの高さというかマウント取るみたいなそういうさエリート結構いるけどこの高嶋俊介さんはねなんかそういうところを何でも感じないねうんだからそういう人だから視野広く持てるしやっぱエリートってさエリート界隈しか知らないのようん本当に僕もね神奈川県立湘南高校っていうね まあ、超エリート高校はね、まあ、すぐ辞めたんだけどそこいたから分かるんだけどね視野が狭いのよねそういうところしか分かんないから本当に貧困層とか最低変層の実情を知らないのよねだからそういうさそういうエリートがもう悪気もなくね貧困層はでもなんか勉強しなかったんでしょう僕は私は勉強したから必死に勉強したからいい大学行っていい企業入るだけど そういう僕たち私たちが必死に勉強してた時に勉強してなかったからそういう生活なんでしょうなら自己責任じゃないみたいなことがさらっと言えちゃうそういうね無意識で悪気のない一番立ちの悪いエリートこういうのはいるんですよねうんだからで、ね、まあでもこの高嶋俊介さんはそういうことないと思うからまあ頑張ってほしいなと希望だなというふうに思いますね本当にそういうエリート本当に多いねうん だからね、平気で弱者をね、切り捨てるんだよね。そういう政治家が多いのよね。うん、僕はね、もう、両方とも経験してるから、僕、エリート街道も経験してるし、もう、最底辺も経験して、最底辺って言う方あれだけど、まあ、いろんな人がいるところもね、経験してるから分かるんだけどね、そんな一枚岩じゃないんだよね、あの、日本人ってね、本当。うん。はい。まあね、ただ、とりあえずね、まああの、ちょっとスーパークレイジー君とかの話に戻るんだけどね、こういう感じでね、なんか当選、 してそっからね、うん、そっから頑張ってほしいなっていう政治家はねなんかいや何様だって話なんだけどやっぱりね政治の話じゃないけど就活とか受験でも全て言えることだけど受かってから何するかが大事だからね本当に、うに、ん、そうだからさ最初に話したけどさマック・赤坂さんね、うん、マック・赤坂さんね僕が高校生の頃にねマック・赤坂知ってそっからねずっと好きでね まあ個人的には主義主張はねちょっと相いれないところもあったんだけど個人的に人間が好きでマック赤坂さんっていう人間が好きでね結構応援してたんですよなんかお誕生日会とか行ったりね一緒にお花見とか行ったりねいろいろしたんですよマック赤坂さんとはうんなんだけどね港区議会議員選挙にね当選した時はね僕もめちゃめちゃ嬉しかったんですけど当選してからね何にもしてないんですよね本当に最初の数回はねなんか発言とかしてたらしいんだけどもうもう 最初ちょっと出ただけで、あと全部欠席だから、マック赤坂、うん。一応理由はね、病気で、まあ、病気なのかどうなのかは分かんない。真偽は分からない。まあ、本当に病気なのかもしれないんだけど、でもだとしたらさ、もう辞職をするべきじゃん。うん。散々さ、受かるまでの間にさ、何だろう。なんか政治家はお金をもらいすぎてるから、いろいろカットします、カットしますとかって言ってたのに、受かってから、もうなんか、 出席しない。出席しないけど、もう給料満額もらえちゃう。多分退職金も満額もらえちゃうと思います。そう言ったんならさ、もう,もう本当に病気だったら出れなくなった時点でもうスパッとやめるべきじゃんかっていう話じゃないですか。うん。だからやっぱりね、そういうところね、そういうところをね、あのみんな見てるよっていう話ですよね。うん。うん、だからね、まあ、文京区のね、区議会議員選挙もね、 なんすべてがすべてではないけどやっぱりね1期目でねめちゃめちゃ仕事しててすごいこの人い頑張ってて応援したいなみたいな人が今回2期目でね2期目3期目で票数伸ばしてたりとかあるからやっぱりねあの見てるんだよねっていうことですよね。はいまあ、なんでね本当政治家ってさ本当なんかまに言うなれば人気投票じゃないですか資格も何もいらないし誰でも出れるし、まあ、だから民主主義でいいんだけど。 やっぱりなんか形だけの色物候補じゃなくて、ね、本当に真面目にね、やってる、そういう人がね、あのちゃんと、ね、当選して報われて欲しいかなというふうに思いました。はい、まあ、まあ、ガーシーのおかげなのかもしれないですね、こういうふうになってるのは。ガーシーで痛い目見たから、真面目に選ぶようになったのかとしたらね、まあ、すごい、めちゃめちゃな劇役だったけど、まあ、そういういい面もあったのかなっていう。 まあなんでね、まあ、みんな選挙に行って日本をよくしよう。はい